皆さんこんにちは、ケンです。今日は私の愛車を紹介したいと思います。こちら、見てわかるように折りたたみ自転車ですね。タイヤホイールのサイズが16インチのものになります。でこちらの使用目的は主に輪行旅だったりとか通勤だったり、あとは近場を散策したり、他にも車に積んで遠くの地でちょい乗りしたりとか、そういう目的で使おうと思ってます。ミニベロで言うと20、16、14インチと3つのサイズのラインナップが多いと思うんですけど、私は今回16インチを選びました。まあ、16インチを選んだ理由は、まあ、まず折りたたんだ時に20インチよりもコンパクトとなって14インチより進むからです。まあなので間を取ったっていう感じですね。次にこのなんでルノを選んだのっていう話なんですけど、本当はねブロンプトンとかバーディーとか乗りたいなと思ったんですけど、そこはね知っての通りすごく高いですよね。で今回ですね10万円以下で買えるコスパのいい折りたたみ自転車ないかなって探したところ、私は結論としてこのルノーの折りたたみ自転車を選んだわけです。でこちらのプラチナライト8なんですけど、まあ、16インチのサイズで完成車の状態で約8キロ台とかなり軽いです。でこの8キロ台って折りたたみの中で軽いのっていう話になっちゃうんですけど、だいたい3万円とか4万円のアルミフレームを使ってる折りたたみ自転車で平均がまあ13キロとか14キロぐらいだと思うんですね。まあ折りたたみのアルミフレームでいうと10キロ切れば軽いんじゃないかなって個人的に思ってます。プラチナライト8なんですけど、もうすでに私仕様にカスタムしてます。まだ完全にカスタム終わったってわけではないんですけど、今日は車体の紹介をしつつそのカスタム内容もご紹介したいと思います。ハンドル周りからいきましょうか。これは、まあ、アクセサリーですね。カペリミュールの、フロントバッグにもなるメッセンジャーバッグになります。まあ、こういう風に紐を出せばメッセンジャーバッグになって、まあ、この2箇所のベルクロで留めてるだけですね。折りたたみ自転車用に購入しました。輪行するときはこのバッグは背負いながら走って、輪行バッグ、16インチ用の輪行バッグも買ったので、輪行メインで使うときはここは輪行袋をかけたいと思っています。でこれがスマホですね。スマホ取り付けるやつで、これ実はレッグマウントプラスですね。こういう風になってます。これを、まあ、ゴムバンドでくっつけてるだけですね。グリップ、グリップは、ヘルマンズ、ドイツのメーカーのコルクグリップになります。ベタつかないで有名で、まあ、手のひらも置きやすいものになってます。ただねこのグリップちょっと重いんですよね。ミニベロってかなり手に振動くるので快適性も重視してこれを買いました。ブレーキはカスタムしてます。もともとなんか、まあ、よくわからないノーブランドだったんですけど、これをシマノのデオレにすることによって剛性が上がったような気がします。当然キャリパーもデオレ。デオレにしてます。変速機は最初からシマノのラピッドファイヤー式がついてました。これはこのまま活かしてます。純正のままですね。でそれに伴って変速機もシマノのターニーグレードがついてます。であんま見たことない人いるかもしれないですけど、これなんか小径車用って言いますか、こういうワイヤーガイドがついてるタイプの変速機になります。7段変速ですね。でこの変速機なんですけど、私何回も何回も調整してるんですけどずれます。はい。なのでもう調整は大変だし、調整はこまめに今行ってる状況ですね。この自転車はここをレバーを上げるとハンドルの角度がかかるのでコンパクトに折りたたむことができます。でさらにこういう高さも変えれて、まあ例えばマミが乗るときだったらこのラインとか、まあ、誰でも乗れるような風になってますし、メモリがついてることによって折りたたみから自転車の状態にするときにすごい楽ですね。ここも折りたたみができます。ここは一般的ですよね。ここがついてるのはまあ結構比較的3万以上じゃないとついてこないかなっていう印象なんですけど、はい。そのまま下に行って、前の車輪はクイックリリース式で、お、これいいじゃんって思いましたね。
パンク修理もすぐしやすいですし、すごくここはグッドなポイントです。でタイヤは 16×1.50 のケンダのタイヤが付いてます、まあ、ごく一般的なタイヤですね。これはもったいないので変えてないんですけど、転がってはくれないので変えたいと思ってます。今シュワルベのマラソンを発注してるので、まあこれを使い込んだら変えたいと思ってます。で、もともと A 式バルブが付いてたんですが、マナレーサーの B 式変換エアチェッカーバルブに交換しました。なんで今ここ B 式なんですね。これなんでこれにしたのって話なんですけど、まあ、空気圧管理したいっていうのもそうなんですけど、万が一パンクした時ですね、パンクした時の、まあ、携帯ポンプがですね、今私持ってるのフレンチバルブと B 式タイプのみになるので、まあ、A 式バルブのアダプター買えばいいんですけど、それ持ってくの煩わしいので、こういう風に買いました。これが2個セットで、確か700円とかそこら辺なんですけど、チューブ A 式から B 式に変えるより安く済むので、とりあえずこれ買ってみました。後ろも同様ですね。シートポストもね、このハンドルと一緒なようにメモリがついていて、今私は一番もう限界線ギリギリまで上げてます。で、上行って、これね、ブルックスの、まあ、定番のやつですね。もう木の板に座ってるかのように硬くて、お尻がもう爆発しそうですね。で、まあ、このサドルに合わせてコルクのグリップにしたわけですね。で、こっち陸戦カウルで、このアタッチメントこう外して違うやつがはまるようになってます。ここの横には、まあ、鍵で、この中には S ケースのエアチェッカーにパナレーサーの高圧対応チューブにパッチですね、パンク修理キットで、携帯工具、タイヤレバーで、ニップル回しで、これなんですね。これはちょっと本当は持ちたくないんですけど、15ミリのレンチを持ってます。結構これ重くて嫌なんですけどね。理由が、後ろだけが、この、あれなんですよね。クイックじゃないんですよね。これね、もうしょうがないっちゃしょうがないんですけど、いずれは、まあ自分で車輪組みして、クイックリリース式に変えたいと思ってます。これもいらないな、重たいし。うん、ここだけがもうマイナスポイントですね。まあ値段が値段だけにしょうがないかなと思うんですけど。後ろもやってくれたら最高でしたね。はい。なんで、後ろはもしパンクしたら、極力パッチを貼って直そうと思ってます。まあ、いざとなったら、これを使って、チューブ交換ですね。ペダルは、ちょっとまあ、あんまし私も知らないメーカーなんですけど、チタンのペダルになります。かなり回りますね。で、これは、ここを外して、こう押せば、こういう風に。ペダルが外れるんですね。なので普段駐輪するときはこのペダル外してこのカバンの中に入れて、でさらに本体を、まあ、ちょっと短いワイヤー状ですけど、まあ、動かないものにするっていうスタイルになってます。まあ、焦げないんでね、これで持ってく人はよっぽどですわ。まあ、もちろんね、シチュエーションによっては、めちゃくちゃ頑丈な鍵を持ってったりするんですけど、普段のちょい乗りだったら、まあ、ペダル外して、今の軽量なワイヤー上で十分かなと思います。ライトは、今日はとりあえず、100体のボルト200を持ってきました。まあ、ボルト200の他に、こういう風にマウントですね、ついてまして、ボルト400とかでも使えるようになってます。ここを、まあ、工夫した点で、ここって本来、泥除けつける場所なんですね。泥除けつける穴があって、まあ、ボルトとかは適当にホームセンターとかで売ってるようなやつを買ってきて、で、このブラケット、このブラケットですね、ノーブランドですけど、くっつけ、まあ、無理やりつけました。これいいですよ。実用性抜群で、ハンドル周りもスッキリしてます。よかったら真似してみてください。それぐらいかな。あとはロゴとか全部剥がしてます。まあ、シンプルにしたかったんでね。はい、てな感じですかね。すっかりちょっと暗くなっちゃいましたけど、以上が私のミニベロの紹介でした。もう一つミニベロ買ってまして、それは20インチのモデルになります。それもまた近々紹介したいなと思ってます。とりあえず私がメインで乗るのはルノーの16インチのミニベロになってます。
本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。